岡野診療院の岡野です。今回も暴走する食欲のお話についてお話していきます。暴走させる食欲の理由として挙げられるのがセットポイントの上昇と、でセットポイントの上昇させる理由っていうのが細胞のダメージがあるということなんですよね。で細胞ダメージを、与えるような行為の一つとして、慢性的な過食っていうのがあります。ずっと食べ過ぎちゃうっていう状況ですよね。そうするとですね、インスリン抵抗性っていうのも、上がっていくわけなんですよね。なんでかっていうと、血管内にですね、栄養素がたっぷりずっと詰まってる状態っていうのが続くんで、そうするとですね、血糖値っていうのは高い状態が続きます。そうすることによってインスリンがずっと出っ放しになってしまうんで、インスリン抵抗性というのが生まれて、糖尿病とかにもなってしまうんですよね。そういう状況になってくると体中がですね、炎症をたくさん起こしてしまって、細胞がダメージを与えて、食欲も止まらなくなってしまうということなんですよね。じゃあ今回は、慢性的な過食は良くないというお話をさせていただきました。